はい、皆さんこんにちは、アドブローです。今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。で、今回のテーマなんですけれども、厚いグリップと道具選びの関係性のところをちょっとね、メインテーマとしてお話をしていく流れとなっております。で、今回いただいた質問の内容がこちらですね。ちょっと長いのでパパッと読んでいきたいと思います。いつも動画拝見しています。私はいわゆる昔のジュニアっ子のまま育ってきたタイプでして、フルウエスタングリップで下から思い切り擦り上げ、ラケットの面を転がし、グリグリスピンをかけていくヘビースピナータイプなのですが、ラケット、ストリング、選びに悩んでいます。一般的に SX300 や V コアのようなスピンに特化したラケットは実は私のようなタイプにはマッチしておらず、ボールが短くなったり面の上でボールを転がす際にブレてフレームショットっぽくなってしまったりしてしまうので、もう少しフレームがしっかりしていたりフレーム厚のあるパワー系ラケットを使っています。またストリングスについても悩んでおり、スピンがかけやすいと言われている、ポリツァレブなども、必ずしも使いやすいわけでもなく、私のようなタイプは2000年代前半に量産されているので、似たような悩みを抱えている人も一定数いそうな気がします。ぜひこんなタイプが使うと良さそうなギアについてアドバイスをもらえると嬉しいです。よろしくお願いします、ということですね。はい、まずはご質問ありがとうございます。これを読んでみてですね、正直明確な答えがこれに対してあるわけではないとは思うんですけれども、僕なりの考えをお伝えさせていただきつつ、これを質問してくださった方はもちろん、この動画を見てくださっている人と、一緒に深掘りして、この問題について考えていきたいなという、そんな動画になっております。で、技術的な部分ですね、こう打ったらいいじゃないみたいなことを言い出すとそれはもうそもそも論になってしまうので、あまりそういった部分には、触れません。最低限しか触れませんので、その点はあらかじめご理解ください。道具でどうアジャストしていこうかみたいな、そういう切り口だというふうに考えていただければなと思います。はい。で、今回の質問の中で、キーポイントとなってくるのは、厚いグリップですね。スピンをかけやすい、その握り方っていうことと、そのスピン系のコンセプトを歌った、ラケットなり、ストリングなりの用具ですね。実は相性が悪いんじゃないか、というところになってくるのかなと思います。で、実際、今回質問いただいていた方の要素を、出してくると、基本的に厚いグリップでグリグリのスピンを打っていると。で、スピンコンセプトのラケットをそこに合わせると、あんまりうまくいかない。あとは、ストリングに関して言っても、そのスピン性能を歌ってるようなものも別に打ちやすいわけじゃないということで、どうしてこんなことが、起きてしまうのかっていうところをもう少し根本的な部分からちょっと見ていきたいなと思います。はい。で、それぞれですね、厚いグリップ、スピンコンセプトのラケット、スピン系のストリングっていうのは、改めてどういう意味なのかとか、どういう特徴があるのかっていうことをちょっと簡単におさらいだけさせていただきたいなと思います。ここを話しておかないと、僕の中でのその認識だったりとか理解っていうことと、この後おすすめする道具っていうところのこの整合性が取れなくなってしまうかなと思うので、ちょっと自分でも整理する意味でちょっとお話をしたいなと思います。で、まず厚いグリップですね。今回フルウエスタンということなんですけれども、もしかしたらもっと厚い、そのどこまでがフルウエスタンかエクストリームウエスタンではないけど、程度の差はあるのかなとは思いつつ、厚いグリップですね。今回一応フルウエスタンということで、本当に真後ろから握るようなっていうイメージでちょっとお話をさせていただくと、特徴とか、いいところっていうのを先に言っておくと、打点運が前になるっていうところをですね、いいところっていうか特徴ですね、これは。で、振り上げやすくなる、ワイパースイングがしやすくなるって言った方がいいかもしれないですね。はい。これコンチネンタルでワイパースイングとかね、ほとんどできないですからね。で、高い打点が、握り方の特性上打ちやすくなりますと。で、打点が前っていうのともつながってくると思うんですが、その体の回転させる力っていうのをボールにぶつけやすくなるというところもありますね。あとオープンスタンスで打ちやすいとか、そういうのもあるのかなという感じですね。はい。で、一方でですね、やっぱりグリップが厚くなればなるほど難しくなる、そのトレードオフになる関係性の部分もありまして、今回のテーマで言うならば、押して打つような
そのフィーリングというか、まあ、そういう打ち方っていうのはしにくい、ボールに対してこう押しを加えるっていうのはちょっと、やりにくいのかなと、まあ、フラットに飛ばすっていうのは意外と難しいかなと思います。であとはその、まあ、薄いグリップと比べれば、薄いグリップで、フラット気味に打つのに比べると、やはり、その打点コンタクトでその許容される範囲が割とピンポイントになってしまいがちっていうところも、まああるっちゃあるのかなという感じですね。はい、で次にスピンコンセプトのラケットっていうのは、まあ改めてどういう特徴があるのかっていうと、まあ当然スピンを追求するっていうところにはなるんですが、もう少し分かりやすく言うとというか、まあ、市場的にどういうものをスピンコンセプトって当てはめても、違和感がないかっていうのを考えると、基本的にはその光合成なフレームですね、カチッとしていて、パワーロスしにくい反発力があるフレームに、粗めのストリングのピッチですよね、まあ、ストリングパターンがこう、拡張されていて引っかかりが良くて弾道が上げやすいと、まあ、その結果高い弾道からこうスピンで落ちてくるようなボールを、しっかり打てるよねっていうのが、まあ、スピンコンセプトラケットっていうのに該当するのかなと思います。で細かいところで言えば、あとはグロメットの径が大きいとかっていうところも、まあ、あるっちゃあるのかなと思うんですが、一応この2つが入ってれば、まあなんとなくそのスピンコンセプトとしての軸は整ってるのかなっていうイメージがあります。そしてスピン系のストリングっていうと、まあ大体多角形を指して言うことが多いかなと思いますし、そういうイメージを持ってらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますね。当然引っかかりが良くなるので、まあ、弾道がまず上がりやすくなりますよねという感じですね。あとはまああんまり多くはないんですけど、コーティング系でその滑りスナップバックでスピン量を増やすといったものもあるかなと思うんですが、基本的には多角形ということでそのスピン系、ストリングですというふうに歌われることの方が多いんだろうなというふうに僕は見ておりますというか感じております。で、このグリグリスピンを打つ熱いグリップにスピンコンセプトのラケット持たせて、でなおかつストリングも多角形のものを合わせるという感じにすると、じゃあどうなるのかって、まあ、もちろんうまく噛み合えばスピンがめっちゃ強化されるっていうことにはなるんですけれども、今回のようにそれがうまくいかなかった場合、相性が悪いなとかマッチしないなっていう感じた場合は、まあ、やっぱりスピンかかりすぎる可能性もあると思うんですよね。うん、あのスピンに変換されすぎてしまって、まあ、回転はしてるんだけど、まあ、推進力とか、まあ、スピードが出てないというところで、まあなんかちょっとあれこのショットじゃまずいってなると、じゃあ、仮にもっと振ってみようとなる時に、さっき言ったような、まあ、割かし剛性の高いラケットになっていると、まあ、反発力も強いので、まあ、飛びすぎちゃうよなっていう風になります。じゃあどうするか、いやもっとスピンをかけようってなるじゃないですか。でスピンをかけるためにはどうするのか、もっとチャリッとこすって、回転量を増やすんだってなると思うんですね。でそうすると当然当たりが薄くなりますし、まあ、コンタクトもね難しくなると思うんですよ、ボールとのコンタクトも。でそうなるとやっぱりフレームショットになってしまったりとか、やっぱりその薄い当たりになればなるほど再現性って低くなると思うんですね。個人的にはフラットでずっと丁寧に合わせて打つよりは、うん、速いスイングで薄い当たりをやるっていうのはすごく難しいので、どうしても、その点での、まあ、誤差であったりとかミスっていうのは出てくるのかなと思います。じゃあ分かった分かった、スピンは難しいんだなじゃあフラットに打っていこうじゃないかってなると、じゃ あ今回のセッティングでどうなるかっていうと、押しを加えたいわけじゃないですか。まあもう少しこうフラットにレベルスイング気味に打ちたいってなった時に、まあ、その押しを加えようとしてもその弾いてしまう感覚が強くて、まあ、無理というかなんかうまくいかない、こうなんか乗せてこう前に打っていくんだっていうのをしたいんだけど、なんかこうレスポンスが良すぎてちょっとこう感覚と合わないとかで、あとはまあ上に打っちゃうから抜けるんだ、じゃあフラット気味にもう少し弾道も抑えようというふうに意識した時に、まあ基本的に引っかかりが強いセッティングになってますという感じなので、多少レベルスイング気味にしてもやっぱり引っかかるよねと。でしかも、まあ、推進力がプラスされてるので回転がちょっと減って弾道が下がって、しかもスピードが出てる、アウトすると、あれこれもダメじゃんみたいな感じで、こううまくいかない負のループになってしまうっていうのがスピンコンセプト
とそのグリグリスピンを組み合わせた時に、その相性悪いなという感じになっちゃう現象はこういうことなんじゃないかなと推測してます。はい、ちょっと身に覚えはありますね。ちょっと身に覚えは私もありますという感じです。はい、でやっぱりこの背景にはどうしても無意識に道具に対するアジャストっていうのが関係しているとは思うんですね。はい、で道具が変われば当然自然とそれにこう合わせたスイングなりプレーなりっていうところに基本的には変わると思います。でこれはいいこともあれば、まあ、悪いこともあるし、多少なりその程度の差はあっても道具が変われば当然アジャストっていうのは発生するものだと考えてます。でまあ器用だったりとか鈍感であればまあまあ そこまで気にしなくてもいいこともあると思うんですね。例えばそのアジャストがうまい器用なタイプであればですね、まあわりかしそのすぐ調整ができる、あこういう道具だからまあこういう感じで打てば入るでしょみたいな感じですぐこうアジャストできて、まあ多少フォームとか出力っていうのをまあ微調整して道具に合わせるっていうのが得意な人がいれば、まあ道具変わってるのにわりかし同じようなプレーが結局できるみたいなタイプはこの人なのかなと思います。で、もう一つ真逆のタイプ、真逆っていうとちょっとおかしいかもしれないですけど鈍感なタイプっていう方もいらっしゃるかなと思います。まあ正直、あんまり細かいこと気にしてないアジャストっていう概念にあんまり気を取られずに、まあ道具が変わっても正直あんまり気づかないタイプの人ですね。はい、まあ例えばじゃあアエロ持ったからスピン系打たなきゃいけないとかじゃなくて、ああなんかこの黄色いラケットスピード出るからあのフラットで叩き込んでいこうみたいな普段通りフラットで叩き込んでいこうみたいな、まあ、ちょっと極端な例ですけど、まあそういうタイプの人も、まあ、道具には左右されにくい、まあミスするしないはまた別の話なんですけどね、はい、そういうタイプの人もいるのかなと。で、やっぱりその一番難しいのは敏感でアジャストがそんなに得意じゃないタイプの人は大変なのかなと思います。まあ、道具の違いっていうのは如実に感じてるんだけどそれに対してアジャストしきれない違和感があるまま、続いちゃうみたいな人もいるのかなと思います。でこれが僕ですね。はい、で例えばまあスイングがおかしくなったりとか、まあ、フォームも狂ってきてしまったり、あとはさっき言ったようにその、タッチが狂ったりそのどのくらいの弾道で打っていいのかわからなくなってしまったりとかっていうことが、まあ、発生してこういうことが起こるのかなと思います。はい、で、ちょっとフライングしちゃいましたけど特に僕が感じるそのアジャストが難しい要素としては難しいというか特に、アジャストが起きてるなと感じるのはそのボールの引っかかり感と、打球感、コンセプト、この3つに対してはすごくこう無意識にアジャストがアジャストというか調整が働いてるなっていうのは感じてますね。で例えばその引っかかりが強いタイプであれば、いつも通りのスイングなら当然弾道が上がると思います。でも意外とその何て言うんですかね弾道が上がっちゃうので普段通りの弾道で打とうとすると今度逆にフラット寄りのスイングに当然なるわけじゃないですか。いつもより振り上げるとん？いつも通り振り上げるといつもより上がっちゃう弾道が上がっちゃうので いつもと同じような弾道で打とうとするとフラット寄りのボールになると。はい、で逆にじゃあ引っかかりが弱い、まあ、例えば丸くてツルツルしたようなタイプを使ってみるとどうかっていうとまあ逆ですよね。いつも通りのスイングなら弾道がわりかし下がるという感じで逆にいつも通りの弾道で打ち込みたいってなると今度はスイングが持ち上げようとしてスピン系になるっていうのもあると思います。でここで気づくのが割とその引っかかりが強いってスピン系だと思うんですけどスイングのアジャストとしては矛盾する結果をもたらしてしまうことがあるのかなと思いますね。スピン系のストリングを張った結果、そのフラット系のスイングになってしまうとかっていうのはわりかしあるんじゃないかなと思いますし、僕自身多角形ポリがあんまり得意ではなくてっていうのも、まあ、弾道は上がるなとは思うんですけれどもいざ試合をそれでしてみるとむしろネットミスが増えるんですよね。まあ、回転かけすぎてショートしてるというよりは何でしょうね、なんかこうどう打っていいのか分かんなくなっちゃうんですね。ここで振り上げると持ち上がっちゃうし、かといってまっすぐ打つとなんかちょっとうまく収まんないしみたいな感じで逆のことが起こるんですよね。多角形ポリで弾道を上げてるはずなのに、ネットにかかると。
アウトだったらまだわかるんですけどね、アウトじゃなくてネットミスが増えるっていう感覚がありました。はい。で続いて打球感ですね。これも特にそのラケットフィッティングとか、何でしょう、マイラケを探すときにすごく難しい要素だと思っていて、まあ、基本的にはその、食いつきがいいタイプですね、まあ、いわゆる柔らかいと言われるタイプと、まあ、弾きがいいタイプ、ネガティブな言い方すれば硬く感じるタイプですね。はい。で、これ過去のすごい古い雑誌でも、テニスワンさんだったかな、まあ、ちょっと忘れてしまったんですけれども、そのフィッティングの中ですごく難しいのが、あの打球感に合わせて力の出し方も変えてしまうっていうのが、まあ、結構あるというふうに記載されているものがありましたし、経験としてもまあそうだなっていうのがありますね。で例えばその食いつきがいい柔らかい打球感のラケットを使った時っていうのは、まあ、あんまり力込めずにゆったり大きく振るようになったりとか、まあ、徐々に力を加える感じ、無理にこう握り込まないで打てるっていう風に感じる人がいて、で一方でじゃあその弾きがいいやつ、レスポンスがいい、まあ悪く言えば硬く感じるようなタイプだと、瞬間的なインパクトでこう力を加えてしまう感じで、グッと力が入る感じで、結果やっぱ力が入るんで硬くも感じるし、柔らかい打球感のものはあの力が抜けるんで柔らかくも感じるみたいな、あのそれを何て言うんですかね、特徴をより助長してしまうようなこちら側の反応っていうのが起こる場合がまあまああるということですね。なのでラケット打球感硬い硬いって言ってる人は、硬いのを持った瞬間に力が入ってるみたいな可能性は大いにあるんじゃないかなと思います。はい。で最後にコンセプトですね。まあ、これはまあ最近すごく感じるところで、まあラケットって新しいのが出れば何かしらコンセプトっていうのを伴ってセールスされると思うんですね。例えばスピン系、フラット系、ハゲ打ち、まあいろいろコンセプトあると思うんですけれども、まあ特に人気だし、よく見かけるしというところで、スピン系という言葉はすごく危険だなと思っていて、まあ高弾道スピンですね。まあ高弾道って言わなくても、スピン系っていうとほとんどの人が高い弾道をイメージすると思うんですね。低くて速くて回転量があるっていうイメージはしないと思うんですよね。多分こうグイーンと上がってギュンと落ちて跳ねるぜみたいなのをイメージする人が多いと思うんですけど、ラケットがそういう弾道を生み出せるかどうかっていうことよりもですね、そもそもそのコンセプトを聞いたあと打ったら、自分から高弾道に打とうとしている人がまあ多いんじゃないかなと思いますし、まあもちろんこれは自分も含めてなんですけれどね、あの普段のスイングで打つべきだとは思うんですよ本当に。はい。まあ、その中で自然とアジャストが起こるっていうのは別にいいんですけど、最初からいやもう高い弾道で打つんやこれはみたいなのはちょっとどうなのかなって最近は思いますね。はい。さっきも言ったんですけど、じゃあアエロだ、ナダルのラケットじゃん、高い弾道からスピンで落としてやるぜみたいな、普段以上に無理にこう弾道上げて無理にスピンをかけてしまうっていう人もね、ぼちぼちいると思うんですよ。はい。まあ、それをね狙ってやってるんだって別にそれも否定することではないんですけれども、そういって別にアエロじゃなくてもできちゃうんじゃないっていう、今のラケットでも実はできることなんじゃないとも思いますし、そのプレイヤー側がむしろ先導して弾道を上げるのってどうなのとは思うわけです。自然に上がっちゃうのはいいけど、みたいな、そういう感じなんですけどね。うまくちょっと言語化して伝えられないんですが、はい、そんな風に感じております。まあそういったのも含めて、そのコンセプト、打球感、そして引っかかり感、まあいろいろアジャストしないといけないというか、自然とアジャストが生じてしまうっていうものがあって、すごく複雑なシステムになっていると思います。でまあその身体的なアジャストですね、手応えの重い軽いに対する力の入れ方とか、硬い柔らかいもそうですし、引っかかる引っかからないもそうなんですけど、それだけじゃなくて、まあこういったチャンネルを見てる方で悩みを持っている人には多いとは思うんですけれども、いろんな知識とか、経験値とか情報とかに左右されてしまって打ち方が変わるっていうのは結構あると思うんですね。はい。でまあそれは人によって当然全然違う悩みだ、それぞれ違う悩みだと思いますし、絶対的な解決策とかっていうのもないので、まあ、結局一つ一つその人のことを丁寧に分析して、まあ、
対策していくしかないんだなっていうのが、まあとりあえずの結論にはなるという感じですね。はい、めっちゃ長かったんですけど、これがまあそのアジャストとか、相性がいい悪いとかに対するまあ僕なりの考えというところですね。もうこれで動画の、5分の4ぐらいはまあ終わっちゃった感じなんですけど、はい、そんな風に考えてます。で、そういったのを踏まえて、じゃあ、おすすめできるものは何なのかっていうところが、まあ、肝になってくるんですけれども、一応前提としてはですね、まあ、厚いグリップでヘビースピンを打ちたい。弾道も一応上げてね、打っていきたい。でも、スピンコンセプトと呼ばれるようなラケットに関して言うと合わなかったという前提でお話をしていきたいなと思います。まあ、ここで言うスピンコンセプトは、まあ、SX300 とか、ピュアアイロ、V コアエクストリームとかですね。まあもう、説明するまでもないと思うんですが、そういうタイプのラケットが合わなかったという前提でお話をしていきたいなと思います。で、そうなると、スピンコンセプトとしては売られてはないんだけれども、まあしっかりしっかりスピンをかけられるモデルで、その、安定したショットも可能になるというのはどういうのなんだろうっていうのをちょっとね、3本ほどピックアップしてみました。まず候補1つ目は、ヘッドのスピード MP とかプロとかはいいんじゃないかなと思いました。まあこれに関して言うとスピン系のコンセプトとして売られてるラケットと思う人はまあ基本的にはいないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、回転はかけやすいと思います。はい。で、MP は、まあ、ピッチが広くて、そのボールの引っかかり感が非常にいいと。で、プロも、まあ、18-20なんですけれども、まあ、中央部分のメインのピッチとかは MP と基本的に一緒ですし、まあ、MP と比べると、ストリングのたわみが若干抑えられることでパワーロス、少しこう、パワーロスしにくくなって推進力に変換しやすいっていうところもあるのかなと思います。で、一方でそのフレーム自体を見ると、まあ、RA は60前半ぐらいで、結構しなやか系ですね。はい。で、打球感もかなり柔らかい。で、グロメットに関しても結構大きめのものになってますという感じですね。で、まあ結果その弾道は上げつつ、うん、いわゆるスピン系コンセプトのカチッとしたラケットに比べて、その押す感覚っていうのがプラスされるんじゃないかなと思うので、まあその押せる感覚によってこう推進力をアップさせたりとか、ミート率っていうのをアップさせやすくなるんじゃないかなと。そのむやみにこうスピンをかけようとして薄い当たりになってしまうっていうのは防げるんじゃないかなと思います。で、実際そのプロとか、まあもちろんペイントジョブもねめっちゃ多いんですけど、ヘッドに関してはただまあ見てるとやっぱりグリップの厚いストローク、スピンが効いた、しっかりこうスピードもあるストロークを武器にするようなプレイヤーにも愛用者が多いことからも、まあそういう使い方しっかりできるんじゃないかなというふうに見ております。はい。そして候補に行きたいと思います。候補にはヨネックスの V コアプロの100ですね。で、理由に関しては正直スピードとほぼ同じです。はい。柔らかめの打球感があって、食いつき感っていうのがすごくこう感じ取りやすい。で、そこに粗いピッチと大きめのグロメットが組み合わさっていることで、まあ、ボールを持ち上げやすいというところですね。なので、まあ、押しつつ弾道を上げて、スピンをかけるっていうのがやりやすくなるんじゃないかなという感じです。まあ基本的にスペックも一緒ですしね、まあ縦長が好きかアイソメトリックが好きかっていうところで選び分けたらいいんじゃないかなという感じですね。まあ打球感的には V コアプロ100の方がしなやかよりかなとは思うんですが、そんな感じですね。そして3本目は、プリンスのツアー100ですね。まあ、一応全部、100平方インチから選んではみました。で、ストリングピッチだけで見ると 16×18 で、まあまあ、わりかし引っかかりは強めだと思います。はい。なんか、巷のインプレーで言われるよりは、ボール持ち上がるんじゃないかなというふうに僕は感じてます。はい。で、フレーム自体はこれもやはり60前後ぐらいですね。2020年モデルと2023年モデルでまた RH とかもちょっと違うみたいなんですが、基本的にはその、ボックスとラウンドのハイブリッド的な形状で、わりかししなやか。な方向のフレームだと思います。で、それによって
そのいわゆるスピンコンセプトのやつよりも推しを加えやすくなってるんじゃないかなっていうことと、まあ、フェイスもその他のと比べるとかなりスリムな縦長タイプになっているので、まあ、振り抜きもいいと思いますし、そのいわゆる丸いフェイスのものよりも直線的に打ち込みやすく感じられるんじゃないかなと思います。はい。で、あとは、まあ、このラケットに関して言うと 310g か 290g、まあ、もっと軽いのもあるっちゃあるんですけれども、まあ、大体この2つのどっちかになると思うんですが、まあ、310g っていう重さを選べば、その極端にこう振り回してしまうとか振り上げすぎてしまうとかっていうのも抑えやすく感じるっていうこともあるんじゃないかなと思います。はい。まあ、大体似たような理由なんですけれども、ある程度引っかかりは確保しつつ推しを加えられるんじゃねっていう、そんな感じで僕はこの3本をピックアップしてみました。はい。そんな感じですね。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、非常に長い動画になってしまったんですけれども、今回は、まあ、厚いグリップとスピン系のラケットって、まあ、実は相性がいまいちなんじゃないかっていう、まあ、切り口から、質問にお答えさせていただきました。正直かなり脱線した部分もありましたし、まあ、メカニズムっていうとちょっとね、なんか、かっこつけた言い方ですけれども、まあ、ある程度その背景も踏まえつつこういう選択肢もあるんじゃないですかねっていうことで、まあ、お話をさせていただきました。で、まあ、当然いろんな意見があると思います。厚いグリップだったらスピン系のラケットでプレーするべきだろうっていう人もいると思うし、今回挙げたその3本のラケットだとスピンかからないとか、まあ、それじゃ解決しないよねとかっていうふうに感じる人も、まあ、いらっしゃると思います。はい。聞く人によって答えはもちろん違うと思いますし、繰り返しになりますけど、絶対にこれが正解だよっていうのも、まあ、なかなかないんじゃないかなとは思いますので、まあ、とりあえずですね、僕のそのこれまでのテニス経験とか、まあ、特にインプレの経験ですよね、が、まあ、今回質問してくださった方にとって、少しでもその役に立つようなヒントになったらいいなと思って今回は回答させていただきましたという感じなので、まあ、ぜひもし試された、そしてこう感じましたとかっていうのがあれば、フィードバックいただけると嬉しいです。はい。そんな感じですね。おまけなんですけれども、先日エクストリーム MP をゲットしましたので、はい、スピン系ラケットやんけっていう話なんですけれども、まあ、僕はあんまり回転ねかけられないタイプかなと、ちょりちょりにね、すぐなっちゃうタイプなんですけれども、ちょっとしばらくこれで楽しんでみたいなと思っております。これでまた経験値がね増えるんじゃないかなと、まあ、そんな感じでございます。はい。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。